はい、それではですね、そろそろ体格化の本題に入っていきたいと思うんですけれどもね、ちょっとその前にまたですね、固有ベクトルからなる規定と、それと、体格行列の、関係についてね、少しお伝えしておくことがあるので、それを先にご紹介したいと思います。はい、でそれは何かと申しますと、このような命題ですね。まず F というのを、ね、U から U 自身への線形変換、ね、線形写像、すなわち線形変換としますね。そして P1 から PN と、ね、これを U の規定と、いうふうにしましょう、ね、でその時に次の2つが同値になります、ね。それで1つ目、丸1番は、ね、この今取った規定がですね、ね、F の固有ベクトルになっていると、ね。ですから、P1、P2、PN ねにですね、F を代入し、F にですね、P1 から PN を代入しますと、ね、代入した結果出てくるものが、ね、自分自身のスカラ倍になっていると、そういう状況を考えるわけですけれども、ね、ここで P1、P2、PN はですね、それぞれ対応する固有値は全て違うとね、それぞれ違うというふうにしてもよろしいわけですね。とにかく、ね、P1 は F に代入したら自分自身のスカラ倍、ね、P2 もそうだと、ね、そういう状況だとします。はい、でそれと何が同値かというと、ね、この規定に関する、表現行列ですね、 F の表現行列ね、今 U こっちと、ね、定義域と周域で同じ空間を取ってますからね、こちらの規定としてこの P1 から PN を考えて、ね、周域の規定も P1 から PN をこう考えているというふうにしましょう、ね。その時の表現行列がこう対角行列になると、ね、これが同値になるというわけです。はい、でこれはですね、表現行列の定義から、ね、直ちに明らかに分かるということなんですけれども、ね、学び始めた皆さんにとっては、ね、すぐ明らかと、ね、言われてしまうとちょっと、ね、困ってしまう方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますので、ちょっとね、同値性を、ね、さらっと考えてみたいと思いますが、まず上から下ですね、ね、上を仮定して下を証明してみたいと思いますが、ね、P1 から PN がですね、固有ベクトルだったとしましょう、ね。そして、PI に対応する、固有値が、ね、ガンマ i だとしましょう、ね。すなわち FPI というのが、ね、ガンマ IPI、ね、PI のガンマ i 乗と、ね、そういう状況にしまして、ね、表現行列を考えてみるわけです ね、 ね。この規定 PI に関する F の表現行列とは何だったかと申しますと、ね、FP1 から FPI をですね、それぞれ、P1 PN、P1 から PN の線形結合、ね、で書いたときに現れる係数ですね、スカラー係数をダダダダダッと、ね、並べたものが、表現行列のことだったわけですね。ですからね、FP1、FP2、点点点、FP3 をそれぞれ線形結合で表しますと、ね、左 の、ような感じに式になりますから、ね、これらの、スカラー係数、これを集めてきて、N×N 行列を、取ってあげますと、ね、確かにね、P1 のところはね、ガンマ1の P1 倍、プラス0倍 の、 P2、プラス0倍の P3、プラス点点点0倍の PN となっておりますし、ね、2列目については0倍の P1、プラスガンマ2倍の P2、ね、そして0倍の P3、ね、プラス点点点点0倍の PN となっておりますので、対角行列はですね、表現行列は、ね、ガンマ1からガンマ N、ね、がダダダダダと並ぶこう対角行列になっていると、ね、こういうわけです。はい、で下からこう上なんですけれども、これもほとんど今の議論と同じですね。ね、まず P1 から PN、ね、この規定で、に関する、F の表現行列が、対角行列ね、すなわち左下の行列だったとしましょうね。そうしますとね、FP1 から FPN というものはどのようになるかというとね、これらが左下の行列が対角行列になっているということから、そのデータを、ね、抽出してあげますと、ね、FP1 から FPN の、ね、行き先っていうのはこの左上の、ね、式のようになっているわけですね。でこれ見ると直ちに、ね、各 PI は自分自身 の、 ガンマ i 倍になっていると、FPI ですね、 FPI は、ね、PI のガンマ i 倍になっているということが分かりますので、ね、P1 から PN は、ね、確かにもこういうベクトルになっていると、ね、そういうことでございます。はい、で、この事実は、ね、後で使いますので、ちょっと頭の、ね、片隅に押さえておいていただければと思います。
それでですね、いまだに、体格化の定義をこうしてこなかったわけですけれども、ね、そろそろ、体格化の定義をしたいと思います。はい、でまずですね、行列 A、ね、これをですね、N×N 正方行列、N 次正方行列とします、ね。で、A の体格化とは何かということなんですけれども、ね、P インバース AP というのが、いう行列がですね、体格行列になるように、ね、こう、N×N 行列 P を探しましょうと、ね、この探すプロセスのことをあの A の対角化というふうにこう呼びます。いいですか、ね。でもちろんここに P インバースって書いてありますから、ね、P は可の、逆行列を持たないといけません、ね。ですから可逆である必要があるわけですね。どうにか頑張って、ね、P インバース AP が対角行列になるようにですね、N 次可逆行列 P をこう探しましょうと、ね、こういうことなんです。はい。でもちろんですね、どんな行列についても探せるというわけじゃなくてですね、中にはこう探せない行列もあるということですので、もしA がですね、この P インバース AP が対角行列になるような P を探せたら、ね、この時 A は対角化可能であると、ね、あるいは対角化できると、ね、いうふうに呼びます。そして、このような、ね、対角行列にできるような、可逆行列 P が見つからないとき、ね、この場合は A が、ね、対角化可能でないと、ね、対角化できないと、ね、いうふうにこう呼ぶわけです、はい。いいですかね、はい。でそれでですね、じゃあもし対角化可能なときにですね、ね、この最終的に得られるその対角行列ね、これはいろいろあるんですけれどもね、何パターンかあるわけですけれどもね、この対角行列にはこう名前がついているのかとね、言うとですね、特に名称はついておりませんね。私なんかはですね、時々ね、口が滑って、この、求まる対角行列のこともね、A の、対角化とね、よく呼んでしまうことが多いんですけれどもね、一応対角化というのはね、こういうね、対角行列と可逆行列 P ですね、可逆行列 P とね、この対角行列を探すプロセスのことを対角化と、呼ぶのが正式であるということは忘れないでいただきたいというふうに思います。はい。でそれではですね、今日の本題はね、どんな時に A はね、対角化可能でありね、そう、あるいは対角化可能でないのかね、それをどのように判定するのかとね、そういう話にこうなるわけです。はい。そしてですね、それを説明する定理がこれでございます。はい。ね、A を N×N 行列としますと、次は同値ですね。1番、ね、すなわち、ね、R の N 乗は A の固有ベクトルからなるこの規定を持つと、ね、いうことですね。でこれは一つ前の動画ですね、最初の動画で、今回の一つ前の、ね、最初の動画で、ね、固有ベクトルからなる規定を持つため の判定方法というのをご説明させていただいたんで、一応調べる方法はもうすでに分かっているわけです。はい。でもう一つ2番ね、これは対角化可能であると、ね、これ同値になりますね。ですから一つ前の動画でね、ご紹介したようにね、規定があるかどうかと、ね、いうことをね、判定することによって、A の対角化可能性がこう分かりますとね、こういうことにこうなります。はい。でそれでこの1番と2番の同値性をね、一つね、ご紹介しておきましょうと、そういうことなんですけれどもね、今から証明の概略を説明しますがね、特に1番ならば2番という証明ですね、ね、これはですね、証明なんでね、証明が終わったら忘れてしまってもいいというものではなくてですね、後でですね、今度はじゃあ対角化可能な時にね、どのような可逆行列 P を選べばね、 P インバース AP が対角行列になるんですかとね、そしてその対角行列はどんな形をしているんですかとね、いうことまで考えないといけないわけですね。ね。でその、どうやったら P が見つかるか、そして対角行列がどんな形になるのかというのがですね、1番から2番のこの証明の中にね、含まれておりますので、この証明の流れですね、これも頭の中に入れておく必要があると、ね、いうことに注意してください。はい。じゃあちょっと証明してみたいと思いますけれどもね、1ならば2ですね、ですから今ですね、A の固有ベクトルからなるね、RN の規定、これが存在したとしましょうね。そしてこの規定をですね、P1、P2、PN と、ね、いうことにこうしておきたいと思います。はい。それでですね、
ここで何を考えるかということなんですけれども、ね、線形写像というのをまあ考えるときにですね、いろんな規定があったわけですけれども、ね、規定 を取り替えたら、ね、表現行列も変わってしまうわけですね。同じ線形写像についても規定の取り方によって表現行列はこう変わるわけですが、ね、それはまあその変わった、ね、前の規定と、ね、後の規定でね、どのように変化するのかと、ね、その関係を表す、ね、式が表現行列のところで規定の変換に関する、まあ、関係を、ね、ご紹介したと思うんですけれども、まあ、それと同じことをですね、今からね、ちょっと考えてみたいとね、そういうことです。はい。ですから、まずですね、考えたい線形写像は何かというのは、今ね、A の対角化について考えようとしておりますので、ね、左から A をかけるっていう線形写像を考えますね。これは Rn から Rn への、線形変換、こうなってるわけです。はい。そして、前任の方がですね、取ってくる規定というのを、標準規定としましょう。ね、前任の方が取ってくる規定が標準規定。ね、そして、後任の方がね、取ってくる規定。これをですね、今取った P1 から Pn、ね、すなわちね、A の固有ベクトルからなる規定ということにこうしたいと思います。はい。で、そしてですね、行列 P、ね、正方行列 P というのをね、今後任の方が取ってきた規定ですね、これ一つ一つは N 次列ベクトルですから、それは並べてあげますと N×N の行列になるわけですね。で、この P がですね、実際には求める可逆行列なんですけれどもね、それはなぜかということをこう説明したいわけです。はい。そこでですね、ちょっと計算しますと、これは P そのものですね。行列 P は、ね、単位行列かける P というふうに書けますね。ね、単位行列かける P と書けますね。そして単位行列というのは、ね、標準規定を並べたものでした。ね、ですから、こんなふうに書けるんですね。ね、ですから P1 から Pn っていう、ベクトルをですね、ね、標準規定の線形結合で書こうと思った時のデータ、ね、それが行列 P に相当しているということは、これイコールこれという式から分かるわけですね。すなわちこの行列 P っていうのはですね、規定の変換行列になっているということがこうまず分かるわけです。いいですかね。P たちをね、 PI たちをね、標準規定のね、線形結合で書いた時の データに相当するものが行列 P です。当たり前のことなんですけども、それがこう分かっているとね、いうことです。はい。そこでですね、この与えられた線形写像をね、前任の方の規定について表現行列を取る、ね、それと後任の方の規定について表現行列を取るとね、そうすると その2つの表現行列の関係はどうなっているのかということはですね、表現行列のところで、お伝えしましたようにね、可感図式ね、これを考えますとね、非常にこうね、よく分かりやすくなると、いうことだったわけです。はい。で、この可感図式の復習をしておきたいと思いますが、ね、まずですね、この、表現行列のところでお話ししたときはね、ここが抽象的なベクトル空間 U で、ね、U から U への線形写像 F だったんですけれども、今その F としてね、TA を考え、A を左からかけるというものをこう考えます。はい。で、そしてこの F1 と F2 というのは何かっていうと、ね、ここの規定の取り方がいろいろあるわけですけども、ね、このベクトル空間における規定の取り方によって、ね、データ化の仕方っていうのがそれぞれ違うわけですね。で、F2 の方から先に説明しますが、これは後任の方が取ってきた PI という規定について、ね、ここの情報をいろいろね、データ化していこうと。両方 R の、今回はね、両方 R の N 乗になってるんで、ちょっとややこしいところもあるんですけれどもね、ここの規定、ね、をね、として PI というのを取りまして、ね、P1 から PN を取りまして、それに関するデータ化っていうのを考えていくと。いうことですね。そうしますと、この F2 っていうのはね、この P1 をね、こちらの標準規定の E1 にね、で、P2 を E2 にね、P3 を E3 に、そして Pn を En にね、そういうふうに対応させる線形同型ね、これがこう F2 です。いいですか？はい。そしてこちら側の F1、 これは前任者が取っていくという規定、ここの規定として標準規定を取ってそれをデータ化していこうと、そういうことなんで、ね、ここ の F1 という線形同型は、ね、ここの規定 E1 をこれ E1 に、ね、そして E2 を E2 に、ね、そして En を En に移すと、ね、そういう線形同型ですね。ですから、これは実際には後頭写像、全く動かない写像になっておりますからね、F1 と書くとちょっと仰々しいですけれどもね、あえて抽象的に F1 と、ね、書いておきましょう。はい。
そしてですね、まあ、表現行列のところではこちらとこちらがね、あの違うあの線形空間でもよかったんですけれどもね、今同じ線形空間取ってますね、線形空間取ってますからね、こちらもね、この規定ね、そしてまああのこちらもね、前任者だったらあの標準規定ね、後任者だったらね、あの、PI ね、あの、固有ベクトルからなる規定を取ってきているとしましょうね。ですからあのここの対応も、ね、上と同じね、普通という、まあ、対応の仕方ね、こちらは、まあ、高等写像 F1 という、まあ、対応の仕方になっているというふうにしましょう。はい、でその時にですね、ね、あの、まあ、こちらね、あのこの、一つ ここのベクトルをね、こっちのデータで表現したり、こっちのデータで表現したりするときに、どのようなね、あの、そのデータの数値として変化するかということはですね、実はね、あの F2 のインバースで戻って、さらに F1 を合成すると、ね、まあ、あの高等写像ですけども、ね、F1 を合成するというのは、実はですね、左からこう P をかけるという、まあ、TP という、 こう写像になっていると、ね、いうことが、まあ、あの詳しくはですね、あの線形、結合の、まあ、行列表示の、ね、単元で、まあ、あのご紹介した通りなんで、詳しくはね、ここがなぜ P の、あの TP になるかとね、左から P をかけることになるのかっていうのは、まあ、その単元を復習していただければと思いますが、ね、この F2 合成して F1 をね、あの対応させるっていうのは、実はあの TP になってますね。同じようにここからここへ対応させるのも TP ですからね、こっちからこっちには逆写像になりますので、 TP インバースにこうなっているということです。はい、そして、でここに出てくる、まあ、あの写像はこう何かと言いますとね、この調べたい、ね、あの線形変換をね、こちらの方法でデータ化した時の、まあ、表現行列ね、それを左からかけなさいというものはここに出てくるわけですね。でこっちに出てくるのは何かと言いますとね、この表現、あの、まあ、この線形変換 TA をね、こちら後任者の規定の、によってもデータ化した時に出てくる表現行列ね、それをまあ左からかけなさいというのが、まあ、ここにこう出てくるわけです。はい、そしてじゃあこっちとこっちは何者かなということをこう調べていくわけですけれども、こちらは何かと申しますとね、あのこちらの TA に、線形写像 TA ですね、これのまあ標準規定に関する表現行列は何だったかなと、ね、いうふうに申しますと、それはあの A 自身だったわけですね。ね、これはあの表現行列のところをもう一回復習していただければと思いますが、ね、まあ、あの定義から直ちに明らかではありますけれども、ね、TA ですね、TA の、標準規定に関する、ね、あの表現行列は A 自身になりますね。ですから左から A をかけるということで、ここ TA になるわけですね。はい、一方で、ね、あのここからここへ の、ね、あの線形写像、すなわち、ね、あの後任の方が、ね、あの考えた、ね、PI、ね、規定 PI に関する、ね、表現行列は、ね、こちらの表現行列とどのような関係にあったのかと、ね、いうことをまあ考えてみますと、実は、ね、この可感図式によってここからここへ進むというのは、実はこうやって遠回りしたのと同じなんだと、いうことをあの表現行列のところで学びました、ね、ですからそれをやってあげますと、TP で移って、すなわち左から P をかけて、ね、さらに、TA で移って、すなわち左から A をかけて、そしてあの TP インバースで移ると、すなわち左から TP インバースをかけるということになりますね。ですからあの TP と TA と TP インバースの合成ですので、ね、これはまあ合成の言葉で書くときには後ろから書きますので、 TP インバース丸 TA 丸、まあ、あの TP、ね、いうことになりまして、この写像はですね、結局ね、ここのベクトルに対して、ね、左から P インバース AP を対応さ、あの、かけると、ね、このここのベクトルに対して、左から P インバース AP、ね、左から P インバース AP を対応させなさいと、ね、まあ、そういう写像にこうなっているということなんです。はい、というわけで、ね、後任の方が考えた規定による、ね、この TA の表現行列は、ね、P インバース AP と、ね、こういうことがこう分かるわけです。でそしてですね、この動画の冒頭でご紹介した命題にありました通り、ね、表現行列がこれ、P インバース AP と、ね、いうことなんですけれども、ね、取ってきたベクトル、規定がですね、固有ベクトルからなる規定だった場合は、その表現行列は対角行列になるということでしたね。ですからこの P インバース AP はあの対角行列になると、ね、まあ、そういうことなんです。はい、
でそれから、まあ、その冒頭の命題の証明でご紹介したときにですね、じゃあその対角行列はどんな形をしているんですかということだったんですけれども、ね、それはですね、P1 の、まあ、P1 の、対応する固有値、P2 に対応する固有値、ね、P3 に対応する固有値というのが斜めにダダダダダと並ぶと、ね、そういう、まあ対角行列だったわけですね。ですから、PI のね、対応する固有値をガンマ i としますと、ね、ガンマ1、ガンマ2、点点点、ガンマ n と、ね、まあ、このようにこうなっていると、ね、いうことがこう分かるわけです。はい、ですから、まとめますと、ね、まあ対角化可能であるというのはですね、こういうベクトルからなる規定を持てば対角化可能なわけですけれども、その時に P としてどんなものを選べばいいかと言いますと、この P1 から Pn を並べてあげるって行列 P を作ってあげますと、それが A の対角化、まあ、すなわち P インバース AP を対角行列にしてくれるわけですね。でその時の対角行列とは何かと申しますと、ね、ダダダダダと並んでいる対角成分は、ね、各、ね、P1、P2、P3、ね、に関する、ね、固有値、ね、これが並びますということなんですね。ですから行列 P、ね、取り方というのは、ね、規定の取り方の数だけですね、固有ベクトルからなる規定の取り方だけ、ね、無数にあり得るということですね。それから、ね、で求められる対角行列についても、ね、その P の並び方ですね、どれを P1 にするか、どれを、ね、2番目の P2 にするかと、ね、いうことで固有値の並ぶ順番が変わりますので、ね、対角化にも、ね、まあ、有限パターンしかありませんが、まあ、いくつか自由度があるとね、いうことがこう分かったわけです。はい、それではじゃあ逆ですからね、2番なら1番ね、2番なら1番というのはね、こちらからこちらもね、一応説明しておきたい、下から上ですね、説明しておきたいと思いますがね、はい、それではまず A が対角化可能であるというふうにしましょうね。対角化可能であるということはね、うまく可逆行列 P を使ってですね、P インバース AP を対角行列にできると、ね、そういう状況を考えますね。ですから今、対角行列にできるような P インバース AP が対角行列になるような可逆行列 P が見つかっていたとしましょう、ね、その時にですね、ね、まあ、P というのはの各列ね、 P の1列目、2列目、3列目、4列目、それを P1、P2、P3、点点点、Pn としまして、これはR の N 乗の規定になるわけですね。P が可逆行列ですからね。そしてこの規定に関して先ほどのね、可感図式をこう考えてあげればよろしいということです。はい、今どういうことを考えているかというとね、まあ、前任の方は先ほどと同じように標準規定からなる、ね、規定を取ってきました、ね、で今度後任の方はですね、今可逆行列 P が見つかっているんで、ね、その1列目、2列目、3列目を取ってきまして、そうした規定です ね、P の1列目、2列目、点点点、P の N 列目ね、それをまあ PI としまして、そういう規定を取ってきたとしましょうね。そうしますと、まあ、先ほどまあ、ご紹介した通りですね、この TA の、ね、この規定に関する表現行列っていうのは P インバース AP なんです。 P インバース AP ね、これは先ほど説明した通りですね。そして今仮定よりですね、今下から上を示そうとしてますから、仮定からですね、今 P インバース AP っていうのは対角行列なんですね。従いましてこのね、P1 から Pn という規定です ね、この規定によるこの TA の表現行列は、ね、対角行列になっていると、ね、従いまして冒頭で紹介した命題の同時性によってですね、表現行列がこう対角行列になるのであれば、ね、その規定は固有ベクトルたちからなっていると、ね、まあ、こういうわけですよ、ね、ですから、まあ、下から上、ね、これもまあ、ね、この、可感図式からまあ直ちに分かると、ね、まあ、そういうわけでございます。はいはい、というわけで、対角化可能なための必要十分条件、ね、そして対角が可能である時の対角行列の求め方ですね、可逆行列 P と対角行列の求め方まで、ね、まあ、一応分かったということにこう、なります。はい、それではこれまで学んできたことをですね、まあ、P の A ですね、N 次正方行列 A の対角化の仕方ということで、これまで学んできたことを次の動画でまとめてみたいと思います。